なにわ男子のエモ旅ー。よいしょー。神やん、神やん。笑っていいやん。正解。うわやったー、やったー、よっしゃー。あと、ジョー君と高橋かな。おー、やばいね。残る人は誰ですか。うわやばいな。ジョー君と高橋かな。高橋君。最終決戦第5問。でれん。石畑が好きなポケモンは何でしょう。はい、ピカチュウ。違います。はい、高橋。ヒコザル。お、いいね。違います。ちょっとコアですね。コア。はい、ウツボット。あ、でもちょっと近いくなってきた。スポットが近いじゃない。なぜかわからんけど小学生の時すごい好き。あ、グラドン。違います。はい、人影。違います。大ヒント。ウーから始まります。ウラハラ。ウラフォルムで言うと細長い。あ、はい、うん。ジョー君、ポカチュウ。いや、もらんわ。ピカチュウみたいに言うの。分かった。え、待って、流星分かったわ。分かった。え、流星、それの泣き声してよ。ピーピーピー。分かんない。まあ、ピーピー。細長い。あ、いい、それいいです。ピー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 。あー、最後の文字は棒線です。なんか伸ばすの。なんか落ちたよな。二文字目、もうこれ、早押しですよ。そう。あー、あ、はい。高橋、ウソッキー。正解です。懐かしい。かわいいのよ、ウソッキー。確かに。はい、ということで高橋くんが正解したということで、ジョーくんのおごり決定。やったー。大変ジョーおごり。いっぱい食べよう。あ、全然朝食という名のお土産とかも買ってきていい。ちょい、はやー。ありがとう。ありがとう。あの人ちゃうやろ。何がよ。ありがとう。あの人ちゃうやろ。 ATM 何回行かなあかんねん。これも旅の醍醐味ですから。醍醐味。あ、醍醐味やって。醍醐味。醍醐味。面白い。面白すぎて腹ちぎれそう。腹ちぎれてきた。ビチビチビチ。もう一個大きいのあるかな。それだけやもんな。 ETC ってなんていう略なの。あ、いや、ETC。 それ問題する。エンターテインメントクロニクル CT。 エレクトリックなんちゃらやってん、確か。あ、そうなの。エレクトリックなんちゃらカード。エレクトリック、エレクトリック T が扉。トライアルカード。扉じゃん。あ、なんかトラベリング。エレクトリック扉カード。英語でエレクトニックトールコレクション。コレクションなんてか、エレクトリックか。え、トールって何。急にトール。急に日本人通行料金やって。トールで。今7時28分です。わー、イエーイ。なにわ、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 なにわ。ズンチャン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 やっぱなんか不意にさ、7時28分見たときなんかテンション上がるかな。嬉しい。わかる。大猿なるね、大猿。綺麗。今日寝てない。な、起きるよ。え、お前寝てた。寝てへん。キング、キング。はいはい。微動だにしてなかったです、この人。微動だにしてた。前だけを見てた。明日の未来を見てました。寝た人にちょっと奢ってもらうようにしようかな。お、そうですよね。やばい。ありえん、団子坂。それ団子坂。あ、こいつ寝てました、寝てました。今寝てました。今、はい、今確実です。今かくって言ってました、こいつ。おい、高橋、あんた罰ゲームって分かってる。分かってますよ。時間で寝てた、寝てた。今うるっと来てました。いや、うるっとない。かくってなってた。寝ましたね。いや、もううるっと寝た。寝てた今。寝た、寝てた今。寝てた。いや、寝てたということで、おごり高橋とジョー君の折半。あ、折半、折半。はい、サービスエリア着きました。よいしょー。着いたー。ジョー君と高橋君におごってもらいたいと思います。待ってろ待ってろ待ってろ。
デミテとかあんねよ。やばい、ちょっと待って、これ上限と、上限とか、上限決めないないない、じゃあ決め、決め、じゃあ、キング決めろ、上限、はい、キング、はい、上限は、なん5000円、やったやったー。待って、小学生のめちゃめちゃいいクリスマスプレゼント買えるやん。朝飯やで、お前晩飯じゃないねん。1人5000円までです。高いて、頑張ろう。じゃあ、行きましょう、行きましょう。から静かに、お前が言うな、お前が言うな。ちょっと全部一回見てから決めたいな。まだそう、うな重は、うな重、うな重、うな重、こいつらエグいって、うな重が朝から食おうとしてる。めっちゃうまそう。団子坂パンパン、ご当地のやつですね。パンいいやん、パンいいやん。つぶあんとバタークリームが入っています。これ50個、俺うな重がいい。おい、待って、俺もうな重がいい。西畑出店がいいです。一回砂糖見ましょう、見ましょう、砂糖入れて。中華まんじゅう、うまそう。おい、リーダー一人行動するよ。牛カルビクシー。あ、でもまだまだやってへんのちゃん、もまだやってへんのちゃん。え、もうやってますよね。うわー、よっしゃー、いけた。いいお値段、見た目で見た目だー、これがいい。めっちゃうまそう。でも売り切れ、売り切れやって、それも無理やで。え、今日何本くらいあるんですか。もうまだまだいっぱい。よっしゃー、たこ焼きもあんのよ。たこ焼きあって。あ、たこ、これとかさ、2、3本買って全部出してさ、取ったらみんなで分けれるよな。1人1切れで、こんなん1人1本買ってたらシャレならんよ。あ、それ1人で切れた、この人担当みたいな。あ、そうやん、それいいやん。あ、じゃあ俺と、俺とだから、3人で数字1に決めて。俺と京平で数字1に決めるから、これ1、はい、これ2、はい、1の人は、はい、2の人、はい、おいで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 。大好き。どうした？どうしてんの？ちょっと来ました。まずここで何円でしたっけ？おい、やば。CD5 枚は買える。で、俺は豚まん1つ高いからで、で、あのロングポテト美味しいから。ロングポテトは一緒に2枚で。特上カルビー2つと牛タン串を買ってる。2つ、お迎え虫2つで、豚肉巻きおにぎりを1つください。豚肉巻きおにぎり2つ、はい、田舎の豚の3つください。お先いただきます。見てください、美味しそう。田舎、ごめん、先運転するから。どうぞ。おぉ、わ、すごい、あったかそう。ほくほく、いい湯気ですね。おいしい、めっちゃおいしい。ほら、もうちょっと時間もあるやつ、もう乗ろうか。ソフトクリームいる。ほんまに寒いぞ。いただきます。えぇ、おにぎり買った。あ、おにぎりか。これあれ、食べロケでしたっけ、これ。え、食べロケってないの。いやマジでちょっと逃げたよね。これ以上あそこのさ、これ行こう、これ行こう。これは絶対うまい、北海道メロン。なあ、あんだけお金使うと思ってへんかったからさ。そう、俺らを抑えようと思って。だからなんかめっちゃ切ないな、俺ら。俺らめっちゃ分け合いっこしとこや。あ、いやいや、二人で、あれしよう。これいっちゃ、これいっちゃんでかいやつの方がいいで、お前。こっちより、ほら、お前、お前、お前、でかいのとか、これとかどう。これでかい、それそれそれ、でかいやつの方がいい。よしよしよし、腹持ちいいし、腹持ちいいよ。どれちゃん、行き来た中で一番豪華な朝食です。確かに。で、これ帰りとか、あの ATM 寄れるよね。え、これもなんかすごい、高橋伝えたいことあるんですか、皆さんに。ほらほら、ちょっと、いや、もう前出て、まあ、今やっぱこの現在ですね、なにわ男子 YouTube 撮影中なんですけども、僕たち11月12日にデビューいたしまして、あとその、デビューの、デビューシングルのその曲がですね、ウグラブという曲なので、ぜひ皆さん聴いてください、お願いします。そしてチャンネル登録ね、チャンネル登録もよろしくお願いします。なにわ男子の、ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。富士急ハイランドに到着いたしました。よいしょー。おいしそう。怖い。お前ちゃんも、大丈夫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 、大
よ、また。え、これで終わりちゃうんかい。バンバンビーノ、バンバンバンバンビーノ、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 バンバンビーノ、バンバンバンビーノ、バン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 ビーノ、バン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 ビーノ、絶対使われんぞ、これ。